こんにちは。萩原哲夫です。今日はですね、先週もう終了してしまったのですが、六本木のミッドタウン東京のサントリー美術館でやっていた、加納元信展ですね。これですね。加納派の二代目ってことですかね。で、その、幕府の中に確固たる地位を築き、いわゆる御用絵師にとしての地位を確立した方がこの方だそうで、室町時代なので、徳川ではなく当時室町幕府、に、うまく入ったというか、そこのお抱えの絵師になったのはこの方で、御用絵師っていうとね、まぁ、ちょっとあんまイメージの良くない言葉ですけど、御用学者とかね、それこそ原発の時に、すごい、揶揄されてましたけど、まぁ、でも、当時はそうやって体制側で、こう、映画を極めたのでしょうけど、まぁ、作品としては非常に素晴らしくて、見応えがありました。で、ちょうど、この、チラシとかフライヤーにもある、この、四季の波長図ですかね。これが、かなり、天地がもう2メーターぐらいあったのかな。で、横幅も6、7メーターあるような感じで、かなり見応えがありました。構図が素晴らしくてね。あと、水の表現が、また、他の、日本、いわゆる日本の絵のスタイルとちょっと違ってて、そこがね、非常に良かったですね。水の感じはここに出てますけど、ちょうどこれカタログですけどね、この水の表現が非常に水しぶきの良かったです。あと構図もね、なんか、こう、コントラストがあって、色彩もなんか、まあ、多少は色あせてるんでしょうけど、非常に綺麗でした。で、他にはですね、この、ボストン美術館の、観音様像ですね。これ。これも良かったですね。保存状態かなり良くて、色も結構まだ残ってました。あと、色ということでは、なんだ、巻物になって、紫外線に当たっていないせいかね、かなり色がよく残ってたのが巻絵で、ちょうど二つ、このなんか、釈迦のもの、釈迦の物語と四天童子で、上が釈迦で下が四天童子か。これね。どっちも、面白かったです。釈迦堂縁起絵巻か。こっちの上の、このなんか、山の中で、なんかお坊さんが、お釈迦様の仏像を背負って歩いてる図ですね。で、下が四天童子をこう、懲らしめる時の話で。で、運慶の時も言いましたけども、やっぱ今の日本のアニメとかゲームの、キャラクターデザインにこう連なるものがやっぱあってね、キャラクターとか色合いとか、そういうとこはね、非常に面白いなぁと思っていました。それで、最近自分、例えば東京国立博物館が非常に楽しくてね、本当なんだろうな、ここ数年ですかね、日本美術に特にハマっているのが、まあ、一つはですね、なんか前、美学校で、銅版画の吉田勝郎先生がおっしゃってましたけど、やっぱ本当にいい作品っていうのは、例えばヨーロッパ絵画で言うと、ヨーロッパに行かないとないと。日本に来るようなら、まあ、あんまいいの来てないことが多いっていうことで、ルノワールが嫌いだったけど、ヨーロッパパリでルノワール見たら素晴らしいのばっかしだったから。ね、その頃、お話しされてて。それと逆のことがね、やっぱ日本美術に関しては、まあ、
維新、明治維新の時の廃仏毀釈で結構いいものを外に出ちゃいましたけど、まあ、それでもいいものやっぱ日本にその混乱もくぐり抜け残ってまして、やっぱ日本美術のいいものを見ようとすることが日本にいることでかなり有利っていうかね、せっかく日本で生まれたのでそういういいものをなるだけ見て接したいなっていうのもあって、日本美術よく見るようになりました。で、特に、まあ、江戸時代とかの自社建築のね、職人さんとかすごくてね、近所の高畑不動にも、なんか、大鳥の、なんか、うん、彫刻っていうか、建物のね、お寺のこの横柱って言うんですか。あれの彫り物とか残ってますが、素晴らしいんですよね。そのデザインとか、なんか、技がね。素人の僕が見てもすげえなっていうようなのが、まあ普通にそうあるっていうところが、やっぱ素晴らしいなと思って。でもとにかく、そういう今最近心持ちなもんですから、東京国立博物館でね、まあ日本のこの縄文から現代、近現代にかけての美術も素晴らしいし、アジアの美術も結構置いてあって、それも楽しいですね。で、この前、たまたま行った時は、あれはでも別の美術館だったかな。焼き物も結構良かったりしてね。そういうところで非常に、まあまあ、勉強不足の自分がこれまであるですが、いろいろ面白い発見があって、アジアもそういう、ちょっと西洋とは違った文化のなんかありようなんですけど、連綿とね、そういう美というものに対するなんか探求っていうのがあって、そういうのを見るのが非常に楽しいです。で、そういう意味では本当日本に生まれ育って今いるっていうのは、ね、非常に、まあ、良かったかなって思うことがしばしばある今日この頃です。で、そんなことを、まあ、漠然と、そう、面白いなぁと思ってね、東京国立博物館とか見てたんですが、この前たまたま、本屋さん、まあこれ、新刊ではなく、古本屋さんなんですけど、安富歩さんの、幻影からの脱出、この本をたまたま手に取って、原発危機と東大和法を超えてということで、割と原発政策に対する批判がとりあえず前半多くて、まだ途中までしか読んでないんですが、そこに行く前の端書きでとりあえず、安富さんの書いてらっしゃることに非常に共鳴というかね、シンパシーを感じた部分があって、それはなんで自分が今日本の美術が気になるかっていうことが言語化されて、たものがここに載ってて、まあ問題意識はね、僕なんかみたいな学者さんだともう深さは違うんでしょうけど、だけど世代も同じですし、なんか問題意識のベクトルがすごい似てるなぁと思ってシンパシーを感じました。その部分を読ませていただくと、その端書きの始めにの最後の方なんですけど、日本は西洋文明を早期に導入しつつ。自らの伝統を曲がりなりにも守った稀有な社会です。これは西洋的枠組みそのものがはらむ盲点を解明し、より客観的な知識を自立する上で、最も有利な条件です。そのためには自らの歴史文化に立脚して思考する必要があります。それでこそ近代の盲点に気づくことが可能だからです。この栄誉は近代の認識障害を解除し、同時に我々の民族的盲点をも緩和し、現在直面している様々な恐るべき困難を合理的思考により乗り越える道を開くものです。この探求は専門研究者ではなく、すべての人がそれぞれに取り組むべきことです。この一文なんですけどね、まさしくこれ、そうだよねと思いましたね。
西欧文明を早期に導入しつつ、自らの伝統を曲がりなりにも守った稀有な社会ですってね。一部破壊はされてきてますけど、まあ結構守られてきてるし、それが、まあ、良い面も悪い面も今出てきてるんでね。まあ、それでも未来に向かって、自らを一回こう、冷静に見つめて、なおかつ、その中にある、特に良さを世界のね、これからの問題解決に貢献するために使っていくっていうのは、ね、非常に重要なことだと思うし、まあ、日本にはそれができるリソースがあると思います。なので、まあ、そういうことを、この、幻影からの脱出の橋書きを読んで、すごい再確認というか、ちょっと言語化できました。僕的にはね。それと同時に、まあ、言語化と、てか、非言語で、この、ね、日本がね、いわゆる日本がってか、日本の伝、これまでの文化の変遷ですかね。これとかね、これでね。運慶。ね、この前、その前の週見てきましたけど、そういった、芸術作品、まあ、文学も含めて、自らの、なんか、中にあるものの再確認っていうことを、今後も続けて、まあ、それをアウトプットうまくできるようにやっていけたらなと思った次第です。ちょっと長くなりましたが、今回は、この辺で終わりたいと思います。それでは。